違いましたね。私は確か、あ、どっちだったかな。ちょっと道に迷ってしまいました。しまったような気もしますね。今の道で良かったような気がしますが、ちょっと iPhone を停止して地図をもう一回確認してみたいと思います。右の方にですね、吊り橋が見えてきましたね。今ですね、1分ぐらいちょっと動画の再生ボタンが押されてなかったのでね、撮影できなかったんですけども、先ほどね、右へ曲がったところがね正解でした。そこを右に曲がるとですね、もうすぐね吊り橋のところに来ると思います。今こちらの方向はですね、森の家というね、方面ですね。森の家というのはですね、なんか宿泊施設とかがね、あるところみたいです。それからレストランもねあるようです。あ、ここですね。ここがちょ、こちらから吊り橋の方に行けるのではないかと思うんですけども、車をね止めて少しね歩いて行ってもいいのかちょっと不明ですね。一旦ね、車を止めてちょっと外の方に出てみたいと思います。橋までですね、
少し歩くのかなと思ったんですけども、もうすぐ目の前がですね、吊り橋になってますね。先ほどのところにね、車をちょっと止めて、こちらの方にね、来ることができると思います。では早速ね、吊り橋の方を渡っていきたいと思います。少しですね、なんか蚊のようなものが飛んでいます。怖いのでちょっと引き返します。マジで怖いですね。ちょっと高所恐怖症ですね。なんか向こうから声がするんですけども、人影は見えません。さすがにですね、ここまで来てね、吊り橋を渡らずに帰るっていうのもね、ちょっときついかなっていう感じはするんですけども、なんかね、気分的に向こうの方まで渡りきるね、気力がちょっと今ありません。